はい、友永美穂です。まずは最初に、お待たせしていて申し訳ありません。お久しぶりのね、動画投稿になってしまいました。少しの間、この美穂チャンネル YouTube をお休みさせていただいていました。理由は、まあいろいろあるのですが、一番大きいのは、やっぱりこう、タルトくんがお家にやってきて、二人暮らしを始めました。で、そこから、こう、慣れない日々で、なかなか、こう、大変でですね、タルトくんの反抗期もあったりとか、まあ、いろいろこう慣れなくて、なかなか動画撮影をして編集をするっていうことができなかったのが一番大きな理由なんですけど、まあ今は少しずつタルト君も大人になってきて、反抗期も無事に終わり、少しねこう時間が作れるようになってきたので、また YouTube を再開していこうかなと思っています。どうしても全て自分で撮影編集を今やっているので、なかなかねこうハイペースでは上げれないと思うんですけど、ちょっとずつ動画投稿を増やしていけたらなと思っています。なので変わらず見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今回はですね、最近の購入品をご紹介していこうかなと思います。今回は7アイテムぐらいご紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見てください。それではみおチャンネルどうぞ。まずはボディアイテムをご紹介します。ででん、こちらです。 &B UV ミルクスタンダード顔体用日焼け止めです。SPF50 で PA4+ になっています。ずっとね気になっていたアイテムで、どこの店舗に行っても売り切れってことがすごく多かったんですよ。やっと手に入りました。これは、まあ、顔にも使うんですけど、私はどちらかというと体をメインに使っています。石鹸で落とせるタイプのこの SPF50+PA4+ っていうのがなかなか珍しいなと思って、 &B はよくお肌にいいというふうに聞くので、今年の夏日焼け止めはこちらを選びました。実際に使っているんですけど、なんか保湿クリーム塗ってる感覚でサラサラと塗れるのがすごくいいなと思いました。で、何よりもこの石鹸で落とせるっていうのがめちゃめちゃ大切だなと私は思っていて、で1日すっぴんで過ごす日とかも顔にも一緒にこうつけれるので、そこもいいなと思いました。そしてこれと合わせて使ってるアイテムがこちらです。ディオールのボディパウダーです。私はボディパウダーは初めて購入しました。日焼け止めに塗るとやっぱりどうしてもちょっとこうベタつく感覚があるので、それをどうにかしたいなと悩んでる時にいろいろ調べてたらボディパウダーにたどり着きました。で、ディオールのボディパウダーはすっごい繊細なラメが入っているんです。動画で伝わるのかがちょっとすごく不安なんですけど、手の甲にこう出してみるとわかるかな、わかんないかな、ほんのりねキラキラキラっとしているんですね。それがすごくお上品で可愛らしいなと思ってこのボディパウダーを選びました。実はね露出部分が多いので、そういうところにつけるとすごいさりげなくキラキラしていてテンションが上がります。で、何よりもめっちゃいい香りがするんですよ。私が大好きなブルーミングブーケの種類の香りなので、すごい女の子らしいめちゃめちゃいい香りがします。このラメ感伝わってほしいな。続いてはヘアアイテムをご紹介します。こちらででーん、トラックオイルです。見てこのパッケの可愛さ、ガラスになっていてすっごいねもうインテリアとしても可愛いヘアオイルになります。この香りは金木犀の香りです。今日もね使っているんですけど、こう金木犀ってちょっと甘い香りのイメージなんですけど、このオイルはすごいさっぱりとした爽やかな金木犀の香りで、こう風とかが吹いた時にふわっと金木犀の香りがするのがとても心地よいです。3番はちょっと重ための質感になるので、しっかりめにつけたい時とかにおすすめです。で、このオイルをこう全て使い終わった後はディフューザーに変身するんですよ。公式サイトに専用のディフューザーが販売されていて、この瓶がまた使えるっていうことですね。で、それもすごく楽しみだなと思っていて、ちょっと早く使い終わらないかなと思っています。リンクヘアバームです。997ヘアワックス。最近は私多分香りがすごいいいものが大好きなんだと思うんですけど、こちらも香りがめちゃめちゃおしゃれな香りがするんですよ。やっぱこう香りをね動画でお伝えするのはすごく難しいんですけど、これをつけてる時はえ
なんかいい香りする、何の香水使ってるのって聞かれるくらい本当にいい香りなんです。テクスチャーもすごいスルスル伸びる柔らかいバームなのでつけやすいです。これはなくなったら必ずリピートしたいなと思っているヘアワックスです。続いてスキンケアやっていきたいと思います。こちらです、ハリッチプレミアムリッチプラス美容液です。もう見てわかる通りあとこんだけしかないんですよ。私はハリッチっていう美容針に通っているんですけど、もうすごい効果をすぐ実感していて、まあまあな頻度で通っていて、そこの美容液になります。でこれはオールインワンなので、これ1本で終わらせてもいいし、プラスでこう自分がつけたいものをつけてもいいんですけど、私は忙しい日はこれだけ塗っていて、あとは一緒にキーレズの美容液とかの相性がとてもいいらしくて、キーレズの美容液も一緒に使ったりしています。もうこれがないと今後生きていけるのかなと思うくらい、ここ最近で一番お気に入りのスキンケアです。何よりもこう効果を実感できているっていうのが大きいですね。こう肌が生まれ変わったような感じがしますね。これを使わないスキンケアをした時にちょっとこう肌がくすんでるような感覚になったので、あ、この効果はすごいんだなと実感できました。最後はコスメご紹介していきます。こちらです、シャネルウルトラルタンクッション10番のカラーです。クッションファンデになります。今まではディオールのクッションファンデを使っていたんですけど、なくなってしまってどうしようかなって悩んでる時に新作で販売されていたので、今回はシャネルのクッションファンデを選びました。ディオールのクッションファンデと比べるとシャネルの方が保湿力があるしっとりとした仕上がりになるので、個人的にはシャネルのクッションファンデの方が好きだなと思いました。セミマットな仕上がりになるんですけど、カバー力があって、あとは16時間継続してくれるみたいです。ウォータープルーフなので、この今の時期にぴったりなクッションファンデです。今もねお肌に使ってるんですけど、手の甲に出してみるとこんな感じで、すごくないですか、陶器のようなツルンとしたお肌に仕上げてくれます。やっぱりおシャネル様のコスメを使っているとテンションが上がるし、やっぱりいいなとすごく思うので、おすすめアイテムです。最後はこちら、 B アイドルアプリ肌パウダーフェイスパウダーです。 PA50 プラス PA4 プラスです。これもね日焼け止め効果がバッチリなので大好きなんですけど、何よりもこうサラサラっと本当にアプリ肌みたいなようなツルッとしたお肌に仕上げてくれるのでよく使っています。こんな感じでパウダーが2層になっています。ちょっとね私が使いすぎて色が変形してるんですけど、それくらいね毎日使っています。すごくちっちゃいので持ち運びにも便利なので、クッションファンデとこのパウダーを一緒にバッグに入れていることが多いです。ということで今回は最近の購入品をご紹介しました。皆様いかがでしたでしょうか。他にもねこういろいろあるんですけど、特に良かったものたちを選びました。皆様のお買い物をする際の参考になっていると嬉しいなと思います。まあこれからも不定期ではありますが、みおチャンネル頑張っていきたいと思っているので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。